どうも、キスクです。ということで、本日はですね、今、めちゃくちゃ評価が上がってるであろう、こちら、ブラー&ベジータを使っていこうと思います。はい。何がそんなに評価上がってるのかっていうと、おそらく、まあ、軽油の余ダメージもあると思うんですけど、まあ、ご飯の攻撃をしっかり受けれる。で、プラス、石ころっすよね。射撃アーツの。17号に対して効かないんですよね、射撃アーツが。それがマジで強い。それがマジで強いと思ったんですけど、気のせいでした。はい、これでも暗いな。範囲特殊に置いとくか。 OK、 これはありがたい。範囲特殊ダーン。美味しいぜ。ターン制バトルの開始だ。今度は俺のターン。ドロー。スーパー17号を攻撃表示で召喚。相手フィールドのモンスターすべて破壊するぜ。強すぎ。強すぎて、ソーリー。はい。はい。終わってる、マジで。しかも、軽油で 45% でしょ。だって。まあ、軽油っていうか、バトル開始時に、確か 25%?で、経由で 20%? 逆やったかもしれないんですけど、それマジでやばいよね、普通に考えて。あー、ずれた。マジか。OK。ナイス。俺のターン、ドロー。スーパー17号をまたしても攻撃表示で召喚。ゲームが終わるぜ。対戦ありがとうございました。力の半分も出してないんだがな。さあ、マッチングしましたということで、対戦やっていきましょう。お願いします。まあ、これは軽油で余ダメージ上げるのが正解かな。はい、お願いします。いやー、このパーティーいいね。で、相手のパーティーご飯入ってるよね。まあ、それをしっかり受けれると思う。で、プラス相手のパーティー見てください。17号どうするんですか。17号どうする気ですか。ちなみになんですけど、これはね、ちょっともうパーティーの時点で対戦ありがとうございましたなんですけど、はい、お願いします。まあ、ブラベジータ警戒してベビーを出したって感じなのかな。どうなんでしょうかね。やめてよ、そういうの。困っちゃうじゃない。あざっす、おざすざす。はい。持ってるー。強っ。溜まる前に死んじまうよ、相手が。おほほほ。シュこれはちょっともう、これには相手もちんまりでしょう。で、軽油で余ダメージ上げて、スーパー17号でぶち込んでいくと。で、打撃圧も消化しといて、オッケー。こっから地獄の始まりですよ。よほほほほ。気力減少でコンボが止まると思ったか。止まらないんだよな。はい、マジ終わってる。相手も思ってるでしょう。終わってるな、このゲームと。うん、コンボが外れていく。功を成した。対戦ありがとうございました。楽しかったです。私は。危ない。やー、ずれたね。ただこれ気力減少が入ってコンボ続かないと思うんだよな。だよね。気力ないよね。はい、いやー、どうしよっかな。これ究極アーツ不利無効だよな。さすがに死ぬかな、ラスワンご飯の究極圧は。どうやろう。耐えていく。アンチ。はい、少しだけだ。ナイス。あ、撃っちゃった、ごめん。必殺圧の警戒を怠ったな。それそれそれ。さあ、手置き。
プシャ。バイバイ。いいね、いいダメージだ。危な。はい、特殊ドーン。どこへ行こうというのかね。対戦ありがとうございました。さあ、マッチングしましたということで対戦やっていきましょう。お願いします。さあさあ、こんな感じでいきますか。相手は孫一族パーティーですね。うん。はい、なるほど。17号が刺さる。いやー、これあれか、ご飯も刺さるね。これはもう相手どうしようもないんじゃないか。もうパーティー選択の時点で俺の勝ちが決まってるようなもんですよ、これは。こっちにはパパもいるんだから。はい。タゴ。オーケー。まさかの。まさかの。キャラチェンしない。なるほど。バニシングは知らない。多分必殺アート持ってたんでしょうね、おそらく。いやー、身勝手を削るのは気持ちいいぞー。みんなもポケモンゲットじゃぞー。射撃の嵐ですよ。どーん。おい、やることねえよ。やることねえよ。ナイスー。ビミナリ。えい、はい、よーし。だよね。そんな気した。待て。俺がやる。ナイスパンチ。はい。通常。アーマーブレイク。よし。そうなんだよな。悲しきかな。対戦ありがとうございました。楽天するよ。